ことの葉ラジオ。はい、ということで始まりましたことの葉ラジオのお時間です。今日も皆さんに素敵なお話をお届けしたいと思います。ナビゲーターの松本流星と加部真奈美と崎山日和です。よろしくお願いします。はい、ということで本日1月27日でございます。はい、はい、1月終盤です。はい、もう最終週ですね。ところで皆さん1月27日何の日か知ってます？え、いいなの日ですか？いいなみたいな いいなの日ちょっと幸せな日みたいな。実はね、1月27日求婚の日らしいですよ。求婚？求婚？そう、プロポーズ。え、あー、なんで27日なんか調べたんですよ。はい、あの、まあ別に語呂合わせとかなんでもないんですけど、この1月27日何があったかと言いますと、はい、中尾勝三郎さんという方が、中尾勝三郎さん、はい、あの新聞に自分のプロフィールとか結婚相手に求める条件などを書いた求人票を貼って、あの新聞を出したらしいんですよ。求人票？なんか合コンの先駆けみたいなね。あ、なるほど。そうで、これが新聞上、その日本で初めて新聞上に求婚広告が掲載された日だから、はい、この日を求婚の日に制定したらしいです。なんか自分でニュースを作り出しちゃったわけだよね。そうすごいですね。へえ。で、まあなんか簡単に言うと広告内容が、はいはい、あの離婚して何かと不便なんですよね。貧乏でも金持ちでも構いません。年齢は17から25歳くらいまででお願いします。ピンときたら連絡してねっていう、すっごい簡単に言うとそういう内容が書かれてあったらしいです。結果が気になる。結果はね、分かんないの。ああ、そこだけプライバシー。そうで、まあなんか当時はお見合いとかがなんか当たり前だったから、その広告を出すっていうね、大胆な行動をやったっていうのが世間の注目に止まって、おそうっていうので求婚の日になったらしい。へえ、なんか最近はね、なんかマッチングアプリとか SNS で自分の合うタイプの人とかとこのアプリとかで登録して出会える時代ですけど、なんかそれとあんまり変わらないような気がしますよね。だからそれの先駆けですよね。すごいな。広告を出すっていう、ね、求人サイトじゃないんだからさ。募集中ですみたいな。新聞を求人サイトとして使った初めての例らしいですね。生えてきたんですかね、その後は。いろんな人が出したんですかね。増えたんですかね。でもなんか求婚の日って、うん、決められる、大々的に言われるってことは一時期流行ったんじゃないですか、そういう文化。でもありそうですよね。俺も乗せてくれとかね。なんかありそうだね。村の方とかが分かんないですけど、町の人たちとかがね。新聞の欄埋まりそうですけどね。なんか若者一面全部求人広告、はい、若者とかだったらね、ちょっと面白そうだからみたいな、私も載せてよみたいな ねあるかもしれないね。そうそう、だからなんかね、求人の日ということでね、皆さん求人したい、あの求婚の日ということで皆さん求人の日になってしまった。どういう質問なんですか、それを。プロポーズしたい相手がいたらね、この日いかがでしょうか。いかがでしょうか。聞かれたらちょっと気まずいな。でも今日なんですよね、それ。どうしてこの日なのって聞かれたらね。今からだと真夜中になってしまいます。あ、そうだよ、大変だよ。今時間ある。日付またいちゃうかもしれない。とんでもない時間に。えってなります。一体何かしら。今の時間やったらあれか、ごめん明日仕事だからって。ああ、辛い。ちょっと結果に響きますね。響いちゃうから、ダメダメダメ。プロポーズね、来年お願いします。あ、計画をねしっかり練って。そう、1年間計画練って来年のね求婚の日にね、うん、プロポーズしてみるのもいいんじゃないでしょうか。そうですね、なんか私たちはまだねそういう話があまりまだ身近にもないかなぐらいの、ね、ちょっと微妙な年齢なんですけどね。まあ僕は24歳なんですけどね。まあ人によりますよね、本当に。そうですね、そうだね、うん、まあね、まあ、早い遅いはね、あまり関係ないようなね、家庭によりますからなんですけどね。人によっては、だから、でももう結婚したりする人もいるような年代なわけじゃん。皆さん、あの、どうやってプロポーズされるんですかね。どうなんですかね。気になりますよね、そこ。聞いていくスタイルで。そう、なんか、しっかりなんか、ひざまずいてじゃないけどね、そういうことをするタイプの人なのか、ちょっと日常に織り交ぜてか。逆に僕、ちょっと、
今後参考にしたいんで聞きたいんですけど、お二人はどういう求婚されたら嬉しいなって。いや、わかんないですよ、求婚する側かもしれないですよ。あ、側か。逆にそう、そんな女男関係ありません。確かに、そう、決めたらかもしれないけどさ、なんか女性的にこういう風にプロポーズされたら嬉しいなとかある？あ、私はあんまり特別なことはなくていいです、本当に。あ、さらっとさらっとさらっと派、うん、そうだね、さらっと派。なんかひざまずかれたく、なんかすごい言い方がすごいなんかおかしいんですけど、そんな大々的にバババババみたいな感じとかではなくて、そうですね、しっかり心を込めて、人前じゃない方がいいですね。あ、なるほど、そうですね、なんか注目されない方がいいかな。私も一緒かな。一緒かな。あ、でもこういう意見の方がもしかしたら多いんじゃないですかね。あ、そうです、結構ね聞くよね、なんかテレビのねランキングじゃないけど、どっちがいいみたいな、フラッシュモブとかね、そういうので結構大々的にプロポーズする人とかもいるけど、なんか結構そういうのは見てる方が楽しいみたいな、見てる分にはすごい素敵で盛り上がるけど、自分がされたらちょっと緊張しちゃうなみたいな意見も結構聞いたりします。らしいですよ、世の男性の方々男性女性ね関係なく素敵なね、はい、参考にしてみてください。もしそういう機会がある方は素敵な日にしてください。はい、はい、ということでね、今回ねちょっとその求婚の日にかけまして、はい、ちょっとそういったお話を一本と、もう一本別のお話をお届けしたいと思います。そうですね、本日お届けするのは鍵谷シナリオブログさんの一寸法師は小さくない、そしてもう一つが水色文庫さんの水木優さんの作品朗読者、こちらの2本をお届けしたいと思います。それでは早速いきましょうか。はい、はいはい、それでは一寸法師は小さくない朗読者、2本続けてお聞きください。読者水木優、続ける、続ける、読み続ける、彼は読み続ける、彼は読み続ける、彼は読み続ける。老人に向かって、若者に向かって、少女に向かって、会社員に向かって、学生に向かって、浪人生に向かって、美大生に向かって、音楽家に向かって、小説家に向かって、プログラマーに向かって、デザイナーに向かって、クラリネット奏者に向かって、陶芸家に向かって、パティシエに向かって、女に向かって、あなたに向かって。彼は読み続ける。学校の校庭で、ギャラリーで、飲み屋の一角で、ホールで、講堂で、集会所で、アトリエで、往来で、商店街で、森の中で、海辺で、多くの人々の前で、少しの人の前で、被災地で、戦火の中で、あそこで、ここで。彼は読み続ける。日に当たりながら、ライトに照らされながら、雑踏に声をかき消されながら、子供にからかわれながら、着信音に遮られながら、オルガンを聴きながら、縁屋に包まれながら、居眠りする老人を気にしながら、あなたを見ながら。来る日も来る日も彼は読み続ける。あなたは彼が読み続けていることで世界があり続けていることを知る。彼が読みやめる時が来ることなど、あなたは想像することができない。世界があり続ける限り、彼は読み続けるだろう。彼が読みやめるその瞬間を、あなたは知ることはない。しかし、その時は確かに来る。彼は読み続ける。
それが過去形になる時が確かにある。しかし今彼は読み続ける、あなたに向かって。朗読者水木優、朗読松本流星、壁真奈美、崎山日和。一寸法師は小さくない。鍵谷元也。俺の名前は一寸法師。文字の通り身長が一寸というわけではない。単に普通のやつより若干少しだけ小さいだけだ。どのくらい小さいかというと、だいたい普通のやつの10分の1くらいの大きさになる。まあこのくらい誤差だろ。ちなみに俺は今まで生きてきて俺より背の低いやつは見たことがない。これに対しては受け入れている。身長なんてものは持って生まれたもので変えられないものだ。ああだこうだ言ったところでどうしようもない。度量があるだろ。まあ人間落ち込んでてもしょうがないだろ。ただこんなに器の大きい俺でも悩みはある。それはモテないということだ。正直に言うと今まで付き合えたことがない。もちろんそれなりに努力はしてきたつもりだ。女性を喜ばせる話術やサプライズのプレゼント、身だしなみも生活かつおしゃれにも気を使っている。俺に合う服がないので自分で作ったりもした。何度もいい雰囲気になったこともあった。だが最終的にはそういう目で見れないと振られてしまう。クソ、男は背の大きさで決まるもんじゃない。たかが普通のやつの10分の1の身長なだけじゃねえか。まあその程度でしか男を見れない女なんてこっちから願い下げだ。しかしそろそろ本当に何とかしなければならない。このままでは俺は結婚できないのではないだろうか。なんだ、また日記を書いているのか。ジジイ、驚かせるなよ。すまんすまん。で、一寸法師よ、決意は変わらないのか。ああ、今まで育ててくれたことには感謝してる。けど、俺は都に行く。俺はこんな村に収まる人間じゃない。そうか、わかった。もう十分稼がせてもらったからな。もういいだろう。稼がせてもらった？ああ、いや、その、違うんだ。ただ、小さい人間を見たいってやからから、少しだけお金をもらってただけだ。全言撤回だ。今まで育ててくれたことに微塵も感謝できねえ。最後に、お前に言っておきたいことがある。それは、お前は、私たちの本当の子供ではない。お前は光る扉のそばで拾ったのだ。扉？竹の中とかじゃなく？でもそっか、拾い子か。まあそんな気はしてたよ。都は危険がいっぱいだ。気をつけていくんだぞ。ああ、わかった。次戻ってくるときは嫁さんを連れてくるからな。ああ、それは期待していないから大丈夫だ。くそ、絶対に迎えしてやるからな。こうして俺はジジイたちに見送られて都へと旅立った。その旅路は驚くほど順調だった。行く先々ではなぜか人だかりができ、なぜかお金ももらえたりもした。中には俺を捕まえようとするような悪質なやつもいたが、そういうやつは針でぶっ刺してやった。悪いが、こっちはモテるために伊達に体を鍛えているわけじゃないんだ。言っとくが、素早さでは負ける気がしない。こうして俺は無事に都へとたどり着き、そこで運命の出会いを果たしたのだった。
素敵な殿方ですね。私、小さい方大好きですわ。姫、それは本当ですか？小さいって言っても他のやつの10分の1しかないんだが。それがどうかしたんですか？素敵なことには変わりませんよ。おお、ついに俺にも春が来た。面白い殿方。姫、結婚してください。あ、それはちょっと。ダメなのかよ、期待させんな。せめて一寸法師様が今の10倍の身長があれば。そうだったら苦労しねえ。っていうか、それって普通のやつらと変わらないだろ。私、可愛らしい殿方も好きですけど、身長の高い殿方はもっと好きなんです。あ、そう。じゃあな、一瞬でも夢を見させてくれてありがとう。一生恨んでやるよ。あの、一寸法師様、私、身長を伸ばす方法を知っています。え、本当か？はい、牛乳をたくさん飲むんです。あんたには本当にがっかりしたよ。それ一般的な話だろ。牛乳を飲んで身長が10倍になったやつは聞いたことがない。それに、そんな処方的なことはもう試してる。では、私が一寸法師様の頭と足を持って10倍になるまで引っ張ります。ちぎれて死ぬわ。では、うちでの小槌に頼むというのはどうでしょう。はいはい、もういいから。え、ん？うちでの小槌ってなんだ？願うと背が伸びるという伝説の宝物です。いや、随分とピンポイントの効果しかないんだな。普通そういうのは何でも願いが叶うとかじゃないのか？私に言われましても。あー、すまん。そりゃそうだな。んで、そのうちでの小槌ってどこにあるんだ？兄弟で凶暴な鬼が持つ宝物の一つです。なるほど。ふざけんな、俺を殺す気か？待ってください、私に考えがあります。いや、いいよ、どうせろくな考えじゃないだろう。そんなことありません。言ってみろ。一寸法師様は豆のように小さくてしょぼいです。なぜ突然悪口を言う？最後まで聞いてください。鬼は巨大で一寸法師は小さいです。それで？つまり一寸法師様が鬼の住処に行ってもバレにくいのではないでしょうか？あー、一理あるな。つまりバレにくいということはお宝を盗み放題ってことです。一国の姫の言うセリフじゃないな。なので一寸法師様、鬼の住処に忍び込んでお宝を取ってきてください。可愛い顔して平気で怖いこと言うな。悪い話ではないと思いますが、一寸法師様は背が伸び、私はお宝を得ることができます。お互いウィンウィンじゃないですか？あれ？俺の背が伸びたら結婚するって話はどこに行ったんだ？それじゃあ頑張ってきてください。話を聞いた時は不覚にもいい案だと思ったんだ。だから悔しいことについ引き受けてしまった。背が伸びるかもしれないという希望にすがってしまった。そのことで目が曇っていたんだ。こんな簡単なことに気づかなかったなんて。宝がでかくて持てない。巨大な鬼が持ってるんだもんな。そりゃでかいって話だ。こんなの持てるわけねえ。え、やば。そして見つかったし。まあここからはちょっとした修羅場だった。だがこれを聞いている人はなんとなく予想がついているのではないだろうか。まさしくその通りになった。つまり鬼は俺を丸飲みしたのだ。普通のやつらなら噛まれて即死だろうが、俺の場合は丸飲みで無事だったというわけだな。それからは鬼の腹を内側から針で刺して勝利という何のひねりもない幕切れになった。さすが一寸法師様、私はやり遂げると信じていました。あ、とりあえず宝を頬ずりするのをやめてこっちを見ていい？一寸法師様は早く打ち手の小槌で背を伸ばしたらどうですか？もう俺に興味なしかよ。まあいいや、
俺もこんな腹黒なお姫様はお断りだ。小槌って名前のくせに形状は扉だった。黄金に光り輝く扉。一体これでどうやって背を伸ばすのか。いや、だがダメで元々だ。俺は意を決して扉を開けくぐってみた。するとそこには驚くべき光景が広がっていた。ここは異世界か。いや、それよりこの世界の人間は俺と同じ大きさだ。つまり内出の小槌は俺の背を伸ばすのではなく、小さい人間の世界に行く扉だったのだ。相対的に見て扉をくぐったやつの背は伸びたことになってるってわけ。なんか詐欺っぽいが、俺としてはどうでもいい。ここで俺は普通の人間の大きさってわけだ。よし、じゃあ早速婚活だ。一寸法師は小さくない。鍵谷元也。朗読、ガベマナミ。松本流星。崎山日和。はい、ということで一寸法師は小さくない、朗読者2本聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。いや、小さくないんですよ小さくないんですよ。小さくない、小さくないんですよ。ただ10分の1なだけなんです。そうなんです、小さいとはでも確かにそうですよね。一寸法師っていうから、私この一寸法師は小さくないを読むことになって、うん、それ一寸ってどれくらいの大きさなんだろうと思って調べたんですけど、うん、大体3センチそんぐらいですね。ちっちゃと思って。3センチか。3センチちっちゃいね。見つけられないよね。うん、そうだね。すごいですよね。まあこの一寸法師は一寸ではないんですけどね。だいたい17センチぐらいだと皆さんイメージしていただければ、はい、だいたいそのくらいの身長ですね。なんかちょうどあれですね、日本人形とかの大きさなのかな。でも日本人形がもうちょっと大きいかなぐらいかな、の大きさのね、うん、ムキムキな男の人ですどうなんですかね、どこまで。また縦に体鍛えてないらしいですからね。いい感じの細マッチョなのか、うん、ゴリゴリマッチョなのかわかんないですけど、17センチの、うん、マッチョで服も作れる、うん、そうですね、なかなか器用な人です。はい、男の人っていう私はすごい好きなお話なんですけどね。姫様可愛いですね。ね、腹黒ですね。頬ずりしながらね。ね、お宝の方が大事っていう。いやでも逆にここまでのなんていうの、ね、度胸じゃないけどね、うん、性格の方がやっぱ一国の姫様なのかなみたいな。そうだね、感じするかも、ね、ちゃっかりしてるもんね。ちゃっかりしてますね。そうですね、誘導してますもんね途中から、うん、怖いよね、取ってきてくださいっていう。ゾッとしたわそれでね、もう一つの作品、朗読者。いや、こちらもね、なんか素敵なお話ですよね。なんか不思議な空気感というか、うんうん、なんかいろんなところを回ってるのかなって。そうだね、旅をしながら何を読んでいるのか、うん、この中で私が一番好きなのが、居眠りする老人を気にしながらがなんかなんかちょっとリアルというかってなって好きでしたね、ここすごく、うん、ね、本当になんかどんな場所で読んでるっていうようなところで読んでらっしゃるよねこの方うん、でも一人なのか、まあ、彼は読み続けるですけどね、うん、彼が一人なのか、それともなんて言うんだろう、朗読者っていうね立場の人をそうそう指すのかっていうのも考え方によってはね、なるほどね、うんうんうん、できるのかなとは。確かに、うん、なんか後半に行くにつれて深く深くなっていく感じですね、うん、すごく。でその朗読者とあともう一人、あなたっていうね、そうなんですよね、存在もいてね、あなたを見ながら、そう結構キーワードですよね多分。だからここが何なのかっていうのを
まあ人それぞれ多分感じ方が変わってくると思うから、それでもまたね多分お話の内容とか世界観って変わってくると思うんですけど、うんうん、そうですね、そうそうそう、いやなんか不思議、2つとも不思議、まあね休校の日ですか、休校の日です、いいということで、あの一寸法師ね、そうタイトルだけで言ったらどこにって感じしますけどめちゃくちゃ婚活してるんですよね、はい、彼は一寸法師なんかいいですよね、なんか誠実な感じしません、うん、なんかチャラくはないんですよ、そうそうそう、一生懸命なのかなっていう、真面目に婚活をされてるっていう、そう、真面目です、そうだね、真面目に婚活をされてますね、本当にコンプレックスなんでしょうね、うん、そのモテないことが、まあでもねこの扉の向こう側に行ってまたねみんなと同じ立場になったわけじゃないですか、うん、そこでね彼の評価がどんなものかっていうのが気になります、モテモテでしょう、確かに別の世界から来たっていう点に関しても話はね面白いことが多そうだけど、おじいさんはこの内での小槌の扉から拾ったんですかね、ね、そうじゃない、前でね、扉の前で拾ったって言ってるから、なんでおじいさんが扉の前にいたのかっていう、そうだよね、なんか一周回って意味が分かると怖い話みたいな、ね、なんか鬼の住処にあったわけじゃん、うん、おじいさんは何者なの、おじいさんが先にもしかしたら見つけて流れて流れて行ったのか、あー一寸法師は拾ったけど、うん、内での小槌はこう流れに流れて何か鬼の元へみたいな、不思議なものだからもしかしたら消えたとか、あなるほどね、そうそうそう、うん、あれもしかしたらすごい大きいものだから持って帰れなかったのかな、だから一寸法師だけ拾ったとか可能性も、いやちょっと私の頭の中で少し怖い考えが浮かんでるんですが、どちらにせよおじいさん何者問題ありますよね、嘘だ黒幕おじいちゃん説が浮上してます、ちょっとやめましょう、ここら辺で怖いです楽しいお話のまま終わりたいです、そうですね、はい、ということで1月最終週いかがでしたでしょうか、いかがだったでしょうか、今月はねなんかいろんなお話読んだんじゃない、うん、そうですね、平和な猿カニとかさ、うん、初夢も1月かいやだったしね、はい、結構楽しいお話が多かったと思います、そうですね、うん、またね2月、次2月ですね、早いです、2月だね、うん、ちょっとしんみりしたお話になってくるのかな、さあそうですね、どうかな、お楽しみにというそうだね、そこはね皆さんお楽しみにですね、はいはい、ではそろそろ終わりますか、はい、はいはい、それでは本日もいかがだったでしょうか、来週もまた素敵なお話を準備して皆さんをお待ちしたいと思います、それでは皆さん今日も一日お疲れ様でした、おやすみなさいです、おやすみなさい、おやすみなさい。